大丈夫大丈夫。松本サリン事件、こんな悲しい顔しないで。妻も犠牲になったのに犯人にされた私。人生の中で不幸って感じたことはないんですよね。深夜の住宅街に突如撒かれた猛毒のサリン、オウム真理教による犯行でした。第一通報者の会社員が今車の方に向かいまして退院しております。第一通報者の河野義行さんはオウムの犯行と分かるまでおよそ1年間警察やマスコミから犯人のように扱われました。最終的に8人が死亡、重軽傷者600人に及んだこの事件、その中に河野さんの妻澄子さんも含まれます。事件により重いサリン中毒に陥ってしまいました。大丈夫大丈夫大丈夫、こんな悲しい顔しないで。いつもかける言葉、入院する妻のもとに毎日のように通い続けました。しかし事件から14年が経った2008年、澄子さんは松本サリン事件8人目の犠牲者に。事件が起きなければ今どうしてただろうって考えることって、いやあんまりないですね。で、起きてしまったことっていうのは後から取り返ることっていうか変えることができないわけだから、そんなに僕人生の中で不幸って感じたことはないんですよね。例えば事件当時本当にああ安らげるなって思った時期が、無言電話とかそういう電話が一件も入らない日があったんですよね。すると平穏っていうのはこういうことなんだなっていうね。2018年、麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚ら13人の死刑執行、河野さんから憎しみや恨みを聞くことはありません。まあ一つは恨んで、ほいじゃあどうなるの、過去は変えられないわけでしょ。恨んでほいじゃあ妻が元気になって戻るとか、なんかありゃ恨むことも意義あるけれど、そういう不幸なことも、まあ、人生の中の歴史の一コマいうところで切り替えていかないと、言ってみれば不幸の上に不幸をこう上塗りするような人生になってしまう。70歳を過ぎた河野さんは故郷の愛知で暮らし、月2回ほど講演を行っています。私が潰れなかったのはですね、意識不明とはいえ妻が生きていた、そのことが大きいと思います。自分という人間を本当に 100% 信じてくれる、そういう人をたった一人でいいです。まあ、ぜひ作っといてください。そうすればですね、辛くてもちゃんと戦っていけます。